まあ少しずつちょっと分離しちゃうんで、少しずつ入れてきます、卵を。まあ空気が入ったら、結局焼いた時に中に入ってるこの空気が膨張して、ダマが膨れてくるんで、膨れると美味しくないです。味が抜けちゃうんで。まあダコアドなので、ちょっと2回ほど振りますね。アシアのパティスリーエトネから参りました、ただと申します。今日はですね、タルトマロンの方からちょっと工程が多いんで、あのタルトの方からちょっと行こうかなと思います。で、今日はね、サブレのショコラです。ちょっとショコラの色の、サブレを、ここに、ダマンドです。普通にいわゆる普通のクレームダマンドと、ビスキーカシスって書いてますけど、あの、まあ、ダコアズです。ダコアズのカシスを、上に絞って、まあ、同時に全て同時にやってという形ですね。アーモンドプードルが多いっていう、多くしてる代わりに粉が少ないんです。非常に粉を少なくしたいためにアーモンドプードルをたくさん入れてるセットなんで、なので、粉が少ないんで結構柔らかいんで、まあ、できるだけこの毛粉は減らした方がいいですよみたいな感じで本に書いてたり、まあ、そういう教え方する方もいらっしゃるんですけど、この生地に関してはちょっと手ごな多めの方がやりやすいと思います。骨盤でもらって、こういう感じで、そうするとちょっと生地が上に上がってくるんで、こっちの手で押さえる、こうくるくる押さえながら空気が入ったら、結局焼いた時に中に入ってるこの空気が膨張して、ダマが膨れてくるんで、膨れると美味しくないです。味が抜けちゃうんで。まあ少しずつちょっと分離しちゃうんで、少しずつ入れてきます、卵を。まあ、ちょっとこの粉を少しだけ入れてあげると
つなぎになるね。あの、これでもまだちょっと硬いんですよ、僕からすると。もっとトロトロ、トロトロ店はもっとトロトロです。で、今日マロンなので、この上にマロンを、マロンクリームを、クレームのマロンです。あの、糖がいっぱい入ってるやつです。あの、柔らかいやつです。あの、こういう、元からこういう、砂糖がいっぱい入ってる。あんまり早いタイミングで砂糖を入れるとボリュームがなくなるので、ちょっとゆっくりめの方がいいと思います。全体的にもうこんな感じでふんわり買ってきた感じになったら少しだけ入れます。このメレンゲはもうあんまり早くバーって立てないのが、まあ、僕これは経験上です。なんでか分かんないです。まあ、ダックワードなのでちょっと2回ほど振りますね。で、少し待ちます。まあ2、3分、まあ、ものによっては5分ぐらい待ちます。
you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!